皆さんこんにちは。みんな見ましたか？ニュース。UFO 映像。まあもう UFO 映像とか正直みんな飽き飽きしてるかと思うんですけど、まあ僕もなので、正直今回やろうかちょっと悩んだんですけど、まあ一応ちょっと話題になったので、なんで話題になったのかを説明したいと思いますね。最近では NASA が宇宙人の可能性の高さを公表して、今回は今月16日にアメリカの国防総省が初めて UFO の映像を公開したんですね。とりあえずまだ見てない人のためにお見せしますね。これは2004年にアメリカの戦闘機が捉えた映像です。それではどうぞ。There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating.どうでしょう。まあ今まで見てきた UFO 映像と似ているのがちょっと否めないんですけど、今回なんで話題になったのかを説明しますね。まずアメリカ国防総省のペンタゴンが UFO 映像を公開したのが初めてというところがもうすごいですよね。あとペンタゴンは年間予算の6000億ドルのうち2200万ドルの使い道が公開されていなかったんですね。このお金は実は極秘に行われていた UFO 研究に使われていたらしいんです。正式的には UFO が脅威かどうかを調べる研究ですね。2007年に UFO 研究プログラムが立ち上がって2012年に解散したと言われていたんですね。有益な情報を得ることができなくて UFO 研究するより他に金を回した方がいいと。ただその後も地道に続いていて今でも行われていると噂されてるんですね。このプログラム自体が公開されていなかったので、それが今回分かっただけでもすごいんですよね。まあこういった極秘プロジェクトが行われていたのは初めてじゃないですよね。以前の動画でも紹介したスノーデンが属していたアメリカ国家安全保障局の NSA は10年も存在を明かしていなかったし、アメリカ国家偵察局は30年も極秘に行われてたことがあるので、まあ珍しい話ではないんですよね。ちなみに NSA も1970年に UFO 資料を公開していて、それによると F4 戦闘機が UFO に近づいたら通信器具などが一時的に機能しなくなって、UFO から離れたらまた復活したみたいなことが書いてあるんですね。これは実際に NSA が公開した資料なので、まあ信憑性は高いんだと思うんですけど、なんか電子パルス的な何かを UFO が発信していたんですかね。わからないですけど。で、今回のプロジェクトマネージャーであるルイス・エリゾンドさんは UFO は間違いなく本当にいると言ってるんですね。あと研究に大きく関わったロバート・ビグローさん曰く、 UFO は確実に地球に訪れていて、それを操作しているのが宇宙人だということも公言しているそうです。マジかよ。むしろその情報を公開してほしいですよね。宇宙人が操作してるっていう。ただちょっと気になるのは UFO が脅威かどうかを調べるプログラムなんですね。世界全体ではわからないですけど、アメリカが UFO を研究するときって毎回攻撃的なんですよね。今回もプロジェクトマネージャーであるルイスさんに UFO が脅威かどうかを記者さんが質問したんですね。そしたらルイスさん曰く、彼らは敵意を示さなかったが、何かわからない以上は脅威だと認識するしかないって言ってるんですね。まあ言いたいことはわかりますけど、さすがに UFO 相手に戦おうとしても無理ですよね。どう思いますか皆さん。アメリカは何十年前からももちろん UFO 研究はしていて、1947年から1969年までの間にアメリカの軍が調査した結果では12000件の目撃があったんですね。まあそのほとんどが星とか雲とか飛行機だったらしいんですけど、そのうちの701件は何かわからなかったらしいんです。なのでそれだけ訪れていて脅威だったらもうとっくに攻撃してきてますよね。そうじゃないっていうことは相手からなんか歩み寄ってきてるんじゃないですかね。ただみんな気をつけなきゃいけないのは、急にお偉いさんたちが UFO の映像とかを公表したのはちょっと怪しいという捉え方もあるんですよね。過去にスノーデンやジュリアン・アサンジさんという方々が、政府は過去に何度も嘘をついてきたと述べているんですね。そもそも政府が何者かにコントロールされているっていうのが陰謀界ではもう主流なので、もうこういった情報もミスリードになっちゃうんですよね。残念ながら今の世の中は本当誰も信じられない状態なんですよね。とは言いつつも、まあ僕もそうですけど、都市伝説とか陰謀好きの方々からしたら、こういった情報ってもう当たり前じゃないですか。結構 UFO の映像とか見まくってるし、もう宇宙人なんか特にいるって信じてる方が多いと思うので、ただこういった情報が公開されたらされたでちょっと嬉しいですよね。もうちょい情報を出してくれてもいいよ的な感じで。皆さんどうですかね、こういった UFO 映像は信じますかね。まあ僕は信じてないわけじゃないんですけど、もうこういった UFO 映像って正直いくらでもあるじゃないですか。なのでなんか次の段階が欲しいですよね、早く。まあ今回はせっかく今話題の UFO 映像だったので、あまりエキサイティングなトピックではないですけど、ちょっと軽く紹介してみました。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。